ん o s e l s とは、アメリカ合衆国の冷戦ン社を中心に開発中の新型ミサイルシステムである。ん o s e l s は、アメリカ陸軍の将来型戦闘システム計画と、アメリカ海軍の遠海域戦闘艦計画に採用するために、冷戦ン社とロッキード・マーティン社のジョイントベンチャー企業であるネットファイヤーズ社によって2008年から、 ネットファイヤーズ計画と呼ばれる開発計画で開発が進められているミサイル発射パッケージである。しかし、2010年4月にアメリカ陸軍より開発中止が発表された。計画中止後の2010年現在では、ロッキード・マーティン社が同システムを同時に採用する予定であったアメリカ海軍に対していくつかの代用案を提出しており、 現在の研究をもとにしての新システム開発が模索されている。移動指令車と発射金ローズ、LS ミサイルは垂直に打ち上げられた後で、ロケット自身の軌道によって目標へ向かう。左側の黄色い部分がシエルの内側、右側はその外側を囲って保護している4枚のパネルの一つ。右上は上面図で 4X4 の構成が見える。この計画は、 先進火力支援システムとして1997年から開発計画が始められていたものである。このシステムでは発射時の加速を弱くすることでキャニスターとミサイルの負担を軽減している。このシステムは発射機と移動指令書、そして発射機に内蔵されるミサイルから構成される。発射機本体は縦横ともに1.2メートルほど、高さは2メートルほどで、 重量1.5トン弱の直方体の塊であり、内部には垂直25本のミサイルキャニスターと1本のコンピュータ、通信ユニットが隙間なく収められている。地上、船上、車両上からの発射が想定されており、特に地上での設置後は無線による遠隔操作以外は人手を必要とせず、バッテリーが続く限り発射まで放置できる。内部のキャニスターには、 それぞれ一本のパムが収められており、VLS と呼ばれる発射機は内蔵されているコントロールユニットと離れた場所から操作する移動指令所との間で無線によって一定時間ごとに情報交換されており、ミサイルの状態やバッテリー残量などが確認できるだけでなく発射操作も発射機は比較的小型軽量であるためピックアップトラックでも運搬できる。 小型トラックの荷台に搭載された一つの移動指令書からは複数のシエルが制御でき、シエルに携帯端末を接続して直接発射制御を行うことも可能である。米レーセ音ン社によって本システム専用に新たに開発されたパムは発射後、搭載の GPS 受信機等の誘導下で固体ロケットと水力方向制御により最大 40km 飛翔し、 指定された目標近くでは内蔵の赤外線センサーの誘導に切り替わって攻撃目標を探知する。飛翔中にも目標座標の変更が双方向通信機能を。また、搭載の画像認識装置が赤外線センサーの情報をもとに例えば T-72 のシルエットだけを攻撃するように指示することが可能となっている。目標破壊は 5kg の 成形作薬弾頭によって行われる。レーザー照射誘導装置も使用できる。非走行車用、走行車用、遠平物、その他必要に応じた目標物に対して使用される。GPS、INS モード、セミアクティブレーザー追尾モード、自動画像化赤外線モードの3つのミサイル誘導モードを使い分ける。多様な目標に効果的な多モード弾頭を備える。 無線ネットワークによって外部から提供される目標物の画像情報が利用できるため、追尾する対象物を光学的に認識することができる。パムの射程は当初 60km で計画されていたが、初期開発型では見送られ将来発展型での実現される予定とされた。比例客型赤外線センサーとセミアクティブ、レーザーセンサーという2種類のシーカーによる画像情報は、 自動目標認識技術によって処理されるため、パムは自動誘導でもレーザーデジグネーターによる誘導でも目標に命中できる。ラムはパム同様に本システム専用として当初、ロッキードミサイルファイアーコントロール社によって開発が進められていたが、現在は契約が打ち切られたため、パムだけが唯一のローズ LS 用のミサイルとなっている。ありがとうございます。